1> 第1次戦略兵器削減条約第一次戦略兵器削減条約は1991年7月にアメリカ合衆国とソビエト連邦との間に結ばれた核兵器の軍縮条約の一つである。第一次戦略兵器削減条約は米ソ間で1982年にスタートとして開始された交渉の中で結ばれた。なお 1987年には同様の軍縮条約として中距離核戦力全廃条約が調印されている。条約の交渉はソ連のアフガニスタン侵攻に伴って再び加熱した新冷戦が1985年頃緩和したことに伴って促進され、1991年7月31日にモスクワのクレムリンでジョージ・ H.W. ブッシュ米大統領と ミハイル・ゴルバチョフソ連大統領との間で調印された。米ソは保有する戦略核弾頭数の上限を6000発、大陸間弾道ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイルや爆撃機など戦略核の運搬手段の総計を1600機に削減されることとなった。さらに弾道ミサイルへ装着した核弾頭数も4900発に制限された。 条約履行の確認のために査察、監視も条約に盛り込まれている。これらは条約発行後7年で達成されるとした。ソ連の崩壊に伴い、条約の継承国は、ロシア連邦、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナとアメリカ合衆国になった。条約の批准は、ソ連の崩壊により1994年まで遅延した。旧ソ連の核弾頭については、 ベラルーシなどからロシアに移送され、ロシアが解体を行った。米ロ両国は2001年12月、弾頭数の削減が終了したことを宣言している。1994年12月に発行したスタートアイは15年間有効であり、遅くとも執行する前年までに延長するかどうかの会合を行うこととなっていた。2007年7月、 米ロ両国は2009年以降の核軍縮について交渉を始めると発表した。2009年12月グリニッジ標準時5日午前0時、スタートアイは次の条約を締結することなく、執行した。2010年4月、新戦略兵器削減条約が調印。ありがとうございます。